小石原焼き伝統産業会館小石原焼きは、福岡県朝倉郡東方村にて焼かれる陶器、主に生活雑器が焼かれる。江戸時代前期の1662年に、福岡藩三代藩主、黒田光之が、非全国の伊万里から陶工を招いて、窯場を開いたのが始まりである。1669年から同地で茶灯を手掛けていた、高取焼との交流により発展し、 陶器が作られるようになった。器をろくろで回しながら、刃先や刷毛などを使い規則的に入れる、独特の幾何学的模様が特徴である。その技法には化粧土を刷毛で塗る刷毛目、工具による削り目が、特徴の飛びかんな、串描き、指描き、流しかけ、打ちかけなどがある。龍宗義によって提唱された民芸運動の中で、温太焼きが脚光を浴びた後、 そのルーツである小石原も注目されるようになり、1954年、柳やバーナード・リーチらが小石原を訪れ、洋の美の極地であると絶賛したことで、全国的に知られるようになった。1958年グリュッセルで開かれた、バンコク博覧会日本館、第三部出品でのグランプリ受賞、1961年の日本工芸館小石原文館の設立によって、 さらなる発展を遂げ、1975年には、陶磁器では、日本初となる伝統的工芸品に指定された。2020年時点、44件の鎌本がある。このうち9件の鎌本と東方村商工会が2008年、小石原ポタリーという食器のブランドを始めた。サイズや形を企画化した上で厳しく検品して、品質を管理し、模様は鎌本間で協作する。 江戸時代中期、小石原焼の投稿、柳瀬三衛門が黒木十兵衛の招きを受けて、小石原焼の技法を現在の大分県日田市の御田村に伝えたことから、御田焼とは兄弟用の関係にある。なお、現在も御田では柳瀬三衛門の子孫らが鎌本として残っている。ありがとうございます。